たてつや今朝の三枚おろしおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなです。お正月というのも日本独特でありましてですね、はいえー、日本人というのはお正月になりますと本当にもう今でもあの皆さんもそうだろうと思うピタッとピタッと静まりますねあの静寂がいいですなあの空気感って言、ね、独特ですねいました、えー、今年お前もちろん初詣は必ず行きます えー、私どもは毎年、まあ、いつも決まってね行く神社さんがあってそこ行って、はい、帰りにコーヒーを飲むんでありますけどもそのコーヒー屋さんガンダから開いてるんで、えー、そこがねもうちょっとねなくなりまして<ぁ>あ寂しいななんかね。うんええ えー、今年ちょっと寂しかっったのでありますちょっとあのお正月の行事から離れてしまいますが日本人の風習ということでこれは千葉浩司さん駒澤女子大学の教授で曹洞宗の僧侶でもあらせられるという方でありますがこの方が書いた日本人の風習というのをちょっとネタ本にしておりますでこの方から教えてもらったところによればでありますがまんじゅうあるいはぼた餅を神仏へ供えるという、はい、お月見団子とか、はい、なぜそういうことをそのするのかという。 これ結構古い中国の習慣なんでありますな。うん、3世紀三国志、義豪食でしょうね、の時代に、かの英雄諸葛孔明が進軍中に露水という川に差し掛かった。で、川が氾濫して前に進めない。地元の人の震源によりますればですね、川の氾濫を沈めるためには、49人の人の生首が必要だと。うん、で、生首を川の神に供すれば、 捧げれば川はピタッとその流れを収めてくれるとこう勧められるわけですが、はい、英雄諸葛孔明はこの習慣に従いませんそれはあまりにも野蛮である。うん、で彼がやったことは何かと言いますれば小麦をこねてでその中に肉豚肉を詰めて蒸し上げて人間の頭に見せかけた49個のおまんじゅうを作って川の中に 投げ込んで祈ったという肉まんみたいな感じですねそうしますとたちまち川は増水、うん、これが抑えられまして、えー、その神軍に差し支えない深さになり諸葛孔明の進軍がかなったという、うん、さすが諸葛孔明知恵者ということでそれを目撃した人たちが、はい、その何かこう神仏いわゆるたたり神にお祈りするときにはそんなふうにしてこう饅頭を作って。えーえー でそのまんじゅうがいかにも人間の生首に見えるようにして捧げて怒りを収めるというそういう習慣を持ったというそれがいつの間にかまあ団子になった団子になったこれなるほどと思いませんだからまんじゅうの銃は頭なんですってあ本ほんとだな<っ>確かにこの辺面白いところですよね、はい、であの神仏かつて中国に住んでいた神々というのは ものすごく血を好んだんですな。うん、ですから、血の滴る人間の肉を神に捧げるという、そういう思いも込めてある。うん、で、その、血の滴るというところで、その、お,お月見団子とか、お、お、お盆とかっていうのは、あずきをまぶすようになったんだって。あっち、赤いってことああ、れは血まみれの人間の頭だっていう。えー、割とおどろおどろしいですおどろおどろしいんですよ。 うはい、それが仏寺やあお彼岸のね<ー>お供え物として広まったとでもともと朱色というのはですねなんとなくその霊力のある色なんですんだから神社の鳥居が赤いのも、はい、ここにはその手の,その霊力が宿りますとかっていう,うなかなか面白いな、うん、これあの魏豪色の三国志の時代でしょこれ3世紀の時代ですなで諸葛孔明というののはものすごく 解明的な的なな近代頭を持った軍師ですからね、はい、こういう、あのー、人間の生首を捧げたりというようなことは一切やらなかったんですけども中国ってのはやっぱりこう生首っていうのをものすごい霊力のあるものとしてあの扱ってるんですね、はい、前に話したよね漢字で「あ何でした道」という字の中になぜ「首があるかあ,あれはやっぱり道にはいっぱい魔物が住んでるんで<ー>人間の生首を持って 歩いいたっていう道を、うん、だからその道の下に一寸二寸の寸を書く導く導くそうすると首が導いてくれるという<ー>こういうことですねはい私はすごく興味があるのはこの生首をいろんな行事ごとで捧げたというこれ間違いなく俺の勘だけど陰の人だねんなんでですかあの、ね、陰の人っていうのは こういう血なまぐさーい行事がものすごく好きなのねう,うん瞳悟空の習慣とかっていうのは紀元前中国にあったとされる陰っていう国の,あの文化なんですよ、うん、でこの陰っていうのが初めて漢字を作るんですよはい、うん、こ,この面白さでそのなんかやっぱりだからこう「首」という字が道になったりするというね、うんうん、あ時間いっぱいになってしまいましたねえお付き合いくださいませ武田鉄矢「今朝の三枚おろし」 おおははよよううごござざいいまますすすす田哲也でで水谷香ですえそして突然のゲストでございますがはいお名前をカリーナですカリーナさんでございますねハローハローナイス e ミーチューどういうご関係の方ですかいや、えー、まだおあの始まってはいないんですけどもあの私の英語の先生で、はい、ちょっと英語の少し勉強しようかな <laughs> いや。もう本当にあのカリーナ先生には言ったんですけども、はい、あの別にあのこうあのアメリカ映画に出る予定とか全くないんですけどちょっとね じじになってきましたんで考えが固まってきますんでカリーナ先生に言ったのは英語でちょっとものを考えられるとか、うん、英,語英語で考えたらこのことはどうなるんだろうかっていうようなポイント・ブ・ビューが欲しくて。<laughs> え英語的な発想っていうのはすごくなんか自分にとってはあの今大事なのではないかなと思ってね。へええ、うん、生徒さんとしていかがですか。まだ全然ね<私>勉強してないね。うんまだ始めてないんですけど。うん、でも楽しみですね。うん、はいあの紹介の日本語もペラペラでいらっしゃるんですが、ね。そうそう先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でカリーナ先生にちょっと今日は <laughs>、はい、突然あの私の職場まで来ていただいてこれから多分職場に来て空いてる時間にお勉強ということになると思うんです,けどううんですね。それちょっと今 まあ職場に来ていただく練習をしていただいてるんですけど、日本にやってきて日本人の仕草で面白いなって思ったことカリーナ先生ってあります？カリーナさんチョッピング見たことない？何？人がね、日本人が人の前を取る時こうチョップしてこう、こうやって失礼しますみたいな手形な、手形な、あそう。あれ変でしょう。ちょっとね。ああ、あれね日本人ってなんかね見えない意図を感じたり。

人間ってこう出会う時あるじゃない?はいね。その時に、その悪いアンラッキーの糸をラインを切るために。あの、円がちょって言って、切る仕草するの。へ、うん、えー、面白い。面白いでしょ、うん、そんで、円がちょのポーズ、どうぞ、お願いします。この、なんていうんですか?。中指と人差し指を絡み合わせる。これで、あれですよね。あのー、縁起の悪いものが、穢れたものを見た後。 その縁を切るっていうね。これがそれ不思議たいな。イギリスとかアメリカとかだったら、こうやって指をすると、なんか、うまくいくようにみたいなのが。そっちのなそう。同じ指だよね。そう。そうそうそう。これ幸運の、幸運を願う指のマークですよね。日本ではね、反対にね、悪いものと遭遇しないようにとか、悪いものと結ばれないように、アンラッキーと仲良くなりたくない時は、えーがちゃって言いながら。えー。 あの、カリーナン先生、あれ見たでしょ宮崎駿の千と千尋見たでしょ千と千尋の隠し。あ、見た見た。見た、神隠しってあったでしょあん中でほら、あの、変なサングラスかけたおじいさんが出てきて、千尋が汚いもの触った後に、おじ,おじいさんがえ遠んがちょっていう。ああ、そう。そう、あ、思い出した あったでしょう、えー、あれがね、あの、演画長なんだ。えー、だから、日本人はアメリカとか英国の習慣とは逆さまで、うん、あの、アンラッキーに遭遇した時、それから、えっと、嫌なものを見た時、その時は、あの、同じ指の格好で、でも呪文があるんだよ。うん、その呪文が、演、えー、が長っていうの。うんね、面白い。えー、そういう意味では、ちょっとこう、あの、異国とね、イギリスなんかとこう、あの、 比べるととななかなかこうう面白い,という、はい、それからあの、はい、日本人の習慣の中で夜口笛を吹いてはいけないこれはですね夜口笛を吹くとですね「あのアンラッキー」がやってくるとか「えー、そのナイトメイヤー」が来るよとか口笛吹けないんですけどよかった。それとか えこれはあの夜、口笛を吹いてはいけないというのはですね子供もを憂いする悪党どもがその子供をさらうその合図が口笛であったとかそれから口笛が蛇が好む音であるというねまあ縁起悪いってね言いうろうぼえですけど確か小さな頃はえっとお母さんずっと言われてきて口笛どんな時でも口笛を吹くのは運が悪いってんどんな時でも。 なぜ、うん、かわからないんだけどずっと言われてきて。うん、あのイギリスなんかではあのなんか梯子の下をくぐるとアンラッキーになる。あそうあるんです。はい。あそうなんですか。うん。なんでですかね。なんででしょう。なんかわかんないけど。いや何か上から落ちちゃうんじゃない。あ,まあそれはな。バケツとか。バとえというわけでですね <laughs>、えー、英国と日本の不思議な習慣を比べ訳をしておりますけども、ねはい、え,え時間いっぱいになってしまいました。この次また明日のマナイタの上で。 武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷佳奈です、えー。昨日の話の続きですけども、日本人の習慣の中で、まあ風習の中で夜口笛を吹いてはならないという。これはまあいろんな諸説があるんですけども。 この古くは口笛を「まあ、嘘吹く」と表現したわけでありまんですけど「はい、嘘とは口をすぼめて出す音であの嘘といいう鳥がいるんですよ、うんうん、その声が神を招く力があると信じられていたということですがこの著者の方がね面白いこと言ってますが口笛っていうのは息をまあ吹くわけですな、はいで。これが魂が抜け出す音ということで縁起が悪い。えー<で> 事実としてはですね、お寺などでは、えー、長年使い続けた仏像などを新しい仏像に変えるときは、玉抜きという儀式をやるそうです。魂を抜くというね、玉<う>入れもありますけど、で、その時に、一番最後、僧侶が、ヒューっていう音を出すんですって。魂が抜ける音が、その音なんで、そういう、仏教の、こう、儀式で使うような音を、 不要意に出してはいけないという。うそれから、あ、あれも不思議ですよね。あの、夜、爪を切るなという。あ、あ言いますね。ゆ日本はね、はい、夜爪を切ると不吉だっていうんだよ。なんでしょうかね。あと、夜は蜘蛛を殺すなとかね。ね夜蜘蛛を殺す、スパイダーを殺してゃいけないんです。そう、そう、そう。どうして。カリーナ先生です。カリーナ、<laughs> 紹介は遅れておりますが <laughs> え昨日から突然登場いたしました <laughs> カリーナ先生がスタジオにおりますんで、はい、え奇妙な英語を交えつつ番組をあ,のあれしておりますイギリスはいかがですかそ,のそういうなんか絶対してはいけないことうんないですね多分そういうのはないかなイギリスの人ってあんまりゴースト怖いから怖がらないでしょううんなんかあの私ホラー映画とか見てきたんですけどやっぱり日本の,、うん、あの幽霊とかの方がなんか 気味悪いいかかもしれないでなでんか私、小さい頃にえっと私覚えてないんですけどお母さんから聞いた話あの多分、私4歳の頃だったかなえっと兄弟みんな私みんな寝てるあの夜の時間ででも、お母さんがどこから泣いている子供の声が聞こえてきてでも、周りにはなんか子供他の子供も全然住んでない場所なんでまあ夜だったしだから、お母さん 本当に絶対幽霊だったんだって言ってるんですけど、うんうん、なんかかわいそうだねなんかイギリスとかアメリカから見ての幽霊ってなんか怖くはないんですけどなんかかわいそうだったり我々は悲鳴を上げるところなんですがね、はい、あのイギリスでは一部聞いたところによりますとやっぱり幽霊が出るっていうのはそれぐらい古くていいものだっていう、うん、そういう品質証明にもなってる<ー>幽霊が出るぐらいいい家だっていうへえ<ー>ね その辺がちょっとやっぱり、えー、我々とは習慣が違うとこでありますけどもね、はい、さてこの他にも日本ではこれなでもカナももうな現代人だからな、はい、説明しにくいんだけどな何でしょうこようかってのがあるそうですよことようん2月と12月のそれぞれ8日はこようかこれはですね妖怪や化け物が町村を大手を振ってさまようという物意味の日 物意味っていう日があった。えーえー、ちゃんと、なんか、いわゆる、あの、ナイトメイヤーというか、妖怪たちの特別日があったっていうね。えー、うん。で、関東では、あ一つ目小僧、それから、えー、福島浜通りでは、豆具千両という、千の目を持つ妖怪が、えー、2月と12月のそれぞれ8日の日、歩くんです<う>この日は、メカゴ、ザル、ふるいなど、えー、玄関に吊るして、 あの井戸端では、グミの木などを、焚いて真けにしたっていう。小家なんかを下げといて真けにしたんだって。で、彼ら妖怪は脅かすだけではなくて、家々を訪ねていって、この後、たたるべき人物を確認して、住所、氏名、年齢を全部記録していくんだって。<は>この妖怪が。<は>豆千料とか一つ目小僧が。それで、その、えっ、ー、と、記録した、その悪人の、 レポートを、その村の同祖神のところに隠していくんだって。で、村人はどうするかというと、同祖神に頼み込んで、それ、や、焼いたって、焼けたって、嘘ついてくれってお願いするっていう別日があるんだって。へこれ、面白いね。面白いですね。ねぇ。地ビ毛量って関係あるそうそうそう。すごい。すごいね。うん。チビ毛量かるんだ。へ で、その、やっぱりその地味猛霊、チミ・モー百鬼・夜行のチミ・モーのたちの日が特別にあるんで、うん、えそういう日は、その、ちゃんとこう、付き合い方まで、村でルールが決まってて、同祖神に嘘をついてもらって、一年間隠してもらうという。<ー>で、ちゃんと同祖神が隠してくれたらば、なんかやっぱりお団子をあげたり、お礼をやって、うん、ちゃんとギャランティーを払うっていう。うん、そういう習慣が面白いね。 えー、このほかですねあとは指切り玄慢とかてるてる坊主とかあ,あ知ってる知って,ます知ってる指切りんん指ああ指切りそうああこれ不思議な習慣でしょう、うん、これ実は指に込めた日本人のね、うん、深い深い思いがいくつもあるんですけど、えー、じゃあこの指切り玄慢とてるてる坊主は明日この続きまた明日のまな板の上で武田鉄矢今朝の三枚おろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷か奈です。おはようございます。クリーナです、えー。というわけでですね、特別ゲストを迎えましてですね、はいえー、英国と日本の風習の違い等々、ね重ね合わせておりますけども、えー、昨日お約束した通り、今日は日本人の習慣の中から、風習の中から、から指切り玄満。これはカリーナ先生ご存知ですかはい。映画で見たんです。その子供たちが、<ー>指切り玄満。ついたら、そうそうそう。そうそうそう。そ<ー>うん。 えー、これ大元はちょっと色っぽくてですね<う>本当は江戸遊郭ですね江戸遊郭でお客と遊女のラブゲームから発生した誓いの証えーえー、それが子どものわらべ歌や遊びとなったというね、はい、カリーナ先生はびっくりするかもしれませんが、えー、日本人というのはこの指切り玄関、うん、指と指を絡めて約束するでしょ、うん、プロミスねプロミスするんですけどもそれがもし守れなかった場合はその指を切ってしまう。うん これがね刑罰としてあっただけではなくて経済、うんうん、エコノミックの方でもあの何月何日までにお金を返しますよっていう、うん、返せないでしょうそうすると手を切っちゃったっていう返せない人はだから日本人の,その経済をやる人ですね商売をやってる人はねすごく約束を大事にして、うん、そういう、あのー、習慣の名残で 手形って全部あののそ約束通りでそれができなかったら指を切って差し上げましょうっていう経済の言葉になっちゃったへえカリーナ先生はご存じないかと思いますがだからな僕たちは「デイキュー車」ほら死んだ人を乗せて車が通るでしょそうしるとこう隠ってしてるどうして親指を隠す親指隠すのって私は言われましたけど俺もそうだ 全然それ理屈わかんないでも霊<う>、うん、霊柩車とすれ違う時はこう親指を隠して、えー、いないと自分が今度父や母が死ぬ時にその最後に会いに行けないそういう不幸が起きますよっていうね、うん、やっぱ日本人ってなんかすごく指のこと大切にしてるみたい。うんうん ハンコとしても日本人は母音と言いまして、<ー>あの、ハンコを押す。うんうん、日本人なら面白いじゃん、あれこれ。名前書いてあとサインだけじゃなくて、ハンコっていうのを具持っていると押すでしょう。私も持ってます。あ、それち <laughs> <laughs> で、それがないときは母音つって、親指でやるんだよ。うん、ねえ。そして、えーえー、昨日お約束した、てるてる坊主であります。これは、人型の人柱。瞳悟空の人形で、見たことありますカリナス。人形うん。 あの、白い子、お人形さん。見たことないかもしれない。雨が明日降らないように。あれああ、日本人の子供がよくやるやつだけど、これはあの、日本人が。私も作ったことあるんですけど。ああ、んん、イギリスで。イギリスでも同じなんですかいやいや、私ただ日本のこと知っていて、映画見たりして。これね、もうすごいんだよ、これ。もう何千年もね、歴史があって。でも聞くんですね、意外と。聞いたあ、本当に。晴れた。 それあなたが日本のこと好きだから聞いてくれたんでしょてるてる坊主がすごいよなもし約束が守れなかったら首をちょんぎるぞっててるてる坊主ってそうですねそうよねお前の首をちょんぎるぞで歌が終わるわけだから残酷なんですよねだからあのちょっと何日か前にお話しあたおはぎとよく似てるでしょやっぱりこうもののけと相対峙して約束ごと結ぶ時はんかこう血まみれの言葉をあえて使うというねこれカナさん前に話したっけかな カリーナさんにはちょっと難しいんですけど中国お得意の儒教っていう孔子、はい、の教えってありますな、はい、哲学者孔子の教え向こうは儒教ってものすごく大事にしますが儒というのは雨を凍う祈祷師のことなんですよへ、えー、で雨がうまく降らない時は今度逆ですよてるてる坊主と儒師は殺されたんですってえ もう,もう何千年も昔のことだよ、うん、2,000年ぐらい前のことをあの私たちはね、うん、あの稲作文化の子で、うん、お米を食べる民族なんで雨がものすごく大事なんですよ、うん、で雨が降らない時はあの祈祷でお祈りで雨が降るようにお祈りするわけで、はい、降らなかった場合はその人殺しちゃうんだってへ<ー>それで殺すことによってそのやっぱりそのあ雨をこうたというね それぐらい農作業にとって雨っていうのは重大でそ,そういうあの天気にまつわる祈り事「瞳悟空」とかっていうのは、うん、やっぱりこう子どもの歌とか風習とか子どもの遊びとかにも溶け込んでいったというね、うんえー、日本にはこの手のこうよく考えるとちょっと怖い話が童謡、はい、の,の中でもいっぱいありますね「うん、かーごめかごめ」というね、えー、後ろの正面だれという。 それから雪はよいよい、帰りは怖いという,うああいう,こうちょっと不気味なわらべ歌があったりしますけど、えーえー、ちょっと短いネタでございますがあ今回は今週はですね日本人の風習。 もっともっと面白いのたくさんあるかもしれませんが、有名なところだけを集めてお送りしたという次第でございます。えー、特別ゲストといたしまして <laughs>、はい、私のプライベート英語レッスンのティーチャー、カリーナ先生をお迎えしてお送りした今週でございます。<laughs> どうも先生、ありがとうございました。ありがとうございました。したはい、この次また来週のまな板の上で別のネタでピタッと静まりますね。あの静寂がいいですな。あの空気感って、ねね、独特ですね。独特ですね。行きました。えー、今年、お参りは。もちろん初詣は必ず行きます。 えー、私どもは毎年、まあ、いつも決まってね行く神社さんがあってそこ行って、はい、帰りにコーヒーを飲むんでありますけどもそのコーヒー屋さん、はい、元旦から空いてるんで、えー、そこがねもうちょっとねなくなりまして<ぁ>あ寂しいななんかね。 今年ちょっと寂しかっったのでありますちょっとあのお正月の行事から離れてしまいますが日本人の風習ということでこれは千葉浩司さん駒沢女子大学の教授で曹洞宗の僧侶でもあらせられるという方でありますがこの方が書いいた日本本人ののの風習ととうのをちょっとネタ本にしておりますでこの方から教えてもらったところによればでありますがまんじゅうあるいはぼた餅を神仏へ供えるという、はい、お月見団子とか、はい、なぜそういうことをそのするのかという。 これ結構古い中国の習慣なな。んでありますな、うん、3世紀三国史義合食でしょうねの時代にかの英雄諸葛孔明が進軍中に露水という川に差し掛かったで川が氾濫して前に進めない地元の人の震源によりますればですね川の氾濫を鎮めるためには49人の人の生首が必要だと、うん、で生首を川の神に供すれば 捧げれば川はピタッとその流れを収めてくれるとこう勧められるわけですが英雄諸葛孔明はこの習慣に従いませんそれはあまりにも野蛮である。で彼がやったことは何かと言いますれば小麦をこねてでその中に肉豚肉を詰めて蒸し上げて人間の頭に見せかけた49個のおまんじゅうを作って川の中に 投げ込んで祈ったとそう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 ,<ー>、うん、そうしますとたちまち川は増水、うん、これが抑えられまして、えー、その神軍に差し付けな差し支えない深さになり諸葛孔明の進軍がかなったという、うん、さすが諸葛孔明知恵者ということでそれを目撃した人たちが、はい、その何かこう神仏いわゆるたたり神にお祈りするときにはそんなふうにしてまんじゅう饅頭を作って。えーえー でそのまんじゅうがいかにも人間の生首に見えるようにして捧げて怒りを収めるというそういう習慣を持ったというそれがいつの間にかまあ団子になった団子になったこれなるほどと思いませんだからまんじゅうの銃は頭なんですってあ本ほんとだな<っ>確かにこの辺お面白いところですよね、はい、であの神仏かつて中国に住んでいた神々というのは ものすごく血を好んだんですな。ですから、血の滴る人間の肉を神に捧げるという。あれ変でしょう、はい、ちょっとねあ<ー>。ああ。あれね、日本人って、うんうん、なんかね、見えない糸を感じたり、バリアがあると、うん、切る仕草をするの。へえー、そう。はい。えー、<laughs> 一つでありますけれども、今日はですね、え演歌書。演歌書、えー。知らない何あら。 演画長？え白、えー、いな,いない。<laughs> ね、えお生まれどこだった？カリナ先生。イギリスです。イギリスですね。イギリスのあんた、子があんた演画長ってやんないでしょあんた。<laughs> そうですね。これはえー、日本の子供の口遊びなんですが、<laughs> はい、えー、悪い縁。うん、アンラッキーに人間ってこう出会う時あるじゃない？あはい。ねその時にその悪いアンラッキーの糸をラインを切るために、うん、あの演画長って言って。 切るる仕草すへ、えー、面白い面白いですよ、うん、そんで縁がちょのポーズどうぞお願いしますこの何ていうんですか中指と人差し指を絡み合わせるこれであれですよね、あのー、縁起の悪いものがけがれたものを見たあと縁を切るっていうねうこれがポーズそれ不思議だよねイギリスとかアメリカとかだったらこうやって指をすると何かうまくいくようにみたいなのがそ,っちそうなんだよそうそう、えー、同じ指だよねそ<う>、えー そうそうそう。これ、幸運の、うん、幸運を願う指のマークですよね。うん、日本ではね、反対にね、悪いものと遭遇しないようにとか、うん、悪いものと結ばれないように、アンラッキーと仲良くなりたくないときは、え遠ん、ちゃって言いながら。えー、あの、カリーナ先生、あれ見たでしょ。宮崎駿の千と千尋見たでしょ。千と千尋の隠し。あ、見た、見た。見た、隠してあったでしょ。あん中で、ほら、あの、変なサングラスかけたおじいさんが出てきて、 千尋が汚いもの触った後におじいさんがええんがちょっていうのああそうあ思い出したあったでしうあれがねえんがちょなんだだから日本人はアメリカとか英国の習慣とは逆さまでアンラッキーに遭遇した時それから嫌なものを見た時その時は同じ指の格好ででも呪文があるんだよその呪文がええんがちょっていうの面白いええ そういう意味では、ちょっとこうあの異国とねイギリスなんかとこうあのー、比べるとなかなかこう面白いという、はい、それからあのーはい、日本人の習慣の中で夜、口笛を吹いてはいけないえー、どうしてこれはですね夜、口笛を吹くとですねあのー、アンラッキーがやってくるとか、うんえー、そのナイトメイヤーが来るよとか口笛吹けないんですけどよかった。 それとか、えー、これはあの夜、口笛を吹いてはいけないというのはですね子供を売を理解する悪党どもがその子供をさらう、その合図が口笛であったとか、えから口笛が、えー、蛇が好む音である。で、えー、いないと自分が今度、父や母が死ぬ時にその最後に会いに行けない、うそういう不幸が起きますよっていうね。うんやっぱ日本人ってなんかすごく指のこと大切にしているみたい。う あの、ハンコとしても日本人は母音と言いまして、<ー>あの、ハンコを押す。うんうん、日本人なら面白いじゃあれこれ。名前書いてあとサインだけじゃなくて、うん、ハンコっていうの道具持っていると押すでしょう。私も持ってます。あ、そう。<laughs> っ <laughs> で、それがないときは母音つって、親指でやるんだよ。うん、ねえ。そして、えーえー、昨日お約束した、てるてる坊主であります。これは、人型の人柱。瞳悟空の人形で、 見たことありますカリナス。人形うん。あの、白い子、お人形さん。見たことないかもしれない。雨が明日降らないようにて。ああ、あれああ、日本人の子供がよくやるやつだけど、これはあの、日本人が。私も作ったことあるんですけど。ああ、イギリスでイギリスで。も同じなんですいやいや、私、ただ日本のこと知っていて、映画見たりして。うん。これね、もう、すごいんだよ、これ。もう何千年もね、歴史があって。でも、聞くんですね、意外と。 聞いた、うん、あ、本当に。れた。はい。それあなたが日本のこと好きだから聞いてくれたんでしょ、てるてる坊主が。すごいよな。あの、もし約束が守れなかったら首をちょんぎるぞって。テルテル坊主ってそうですね。そうよね。お前の首をちょんぎるぞで歌が終わるわけだから。そうそうそう残酷なんですよね。だから、あの、ちょっとな何日か前にお話した、あの、おはぎとよく似てるでしょね。はい、やっぱりこう、もののけとこう、愛対峙して約束ごと結ぶときは、うん、なんかこう、血まみれの言葉をあえて使うというね。 これ、カナさん前に話したっけかな、カリーナさんにはちょっと難しいんですけど、中国お得意の儒教っていう、孔子、はい、の教えってありますな。な、はい、哲学者孔子の教え、向こうは儒教ってものすごく大事にしますが、儒というのは、雨を凍う祈祷師のことなんですよ。えー、で、雨がうまく降らないときは、今度逆ですよ、てるてる坊主と、儒師は殺されたんですって。え もう2,000年ぐらい前のことをあの私たちはね、うん、あの稲作文化の子で、うん、お米を食べる民族なんで雨がものすごく大事なんですよ、うん、で雨が降らない時はあの祈祷でお祈りで雨が降るようにお祈りするわけで、はい、降らなかった場合はその人殺しちゃうんだってへ<ー>それで殺すことによってそのやっぱりそのあ雨をこうたというね それぐらい農作業にとって雨っていうのは重大でそ,そういう天気にまつわる祈り事瞳悟空とかっていうのはうやっぱりこう子どもの歌とか風習とか子どもの遊びとかにも溶け込んでいったというねう、ええ、日本にはこの手のこうよく考えるとちょっと怖い話が。はい 同様の中でもいっぱいありますね、うん、カードあ知ってる知って,知ってる指切りゲンマあ指切りゲンこれ不思議な習慣でしょう。<laughs> うん、これ実は指に込めた日本人のね深い深い思いがいくつもあるんですけど、うん、じゃあこの指切りげんまんとてるてる坊主は明日この続きまた明日のまな板の上で武田哲也今朝の三枚おろし おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷加奈です。おはようございます。カリナです。ええー、というわけでですね、特別ゲストを迎えましてですね、はい、えー、英国と日本の風習の違い等々ね、重ね合わせておりますけども、えー、昨日お約束した通り、今日は日本人の習慣の中から、風習の中から、から指切り玄慢。これはカリナ先生ご存知ですかはい。映画で見たんです。その子供たちが、<ー>指切り玄慢。うん。まそ,そうそうそう。そうそうそう。ね、そう。<ー>うん。そう。そう。そう。 えー、これ、大元はちょっと色っぽくてですね、<う>本当は江戸遊郭ですね。江戸遊郭で、お客と遊女のラブゲームから発生した司会の証。えーえー、それが子供のわらべ歌や遊びとなったという、はい、ね。カリーナ先生はびっくりするかもしれませんが、えー、日本人というのは、この指切り玄漫。うん、指と指を絡めて約束するでしょ、うん、プロミスね。うん、はい。うん。で、プロミスするんですけども、それが、もし守れなかった場合は、その指を切ってしまう。うん これがね刑罰としてあっただけではなくて経済、うんうん、エコノミックの方でもあの何月何日までにお金を返しますよっていう、うん、返せないでしょうそうすると手を切っちゃったっていう返せない人はだから日本人の,その経済をやる人ですね商売をやってる人はねすごく約束を大事にして、うん、そういう、あのー、習慣の名残で 手形入って全部あののそ約束通りでそれができなかったら指を切って差し上げましょうっていう経済の言葉になっちゃったへえカリーナ先生はご存じないかと思いますがだからな僕たちは霊き車ほら死んだ人を乗せて車が通るでしょどうしたこってるどうして親指を隠す親指隠すのどうして親の死に目に会えないからって私は言われましたけど俺もそうだ 全然それ理屈わかんないでも霊<う>、うん、霊柩車とすれ違う時はこう親指を隠して、えー、いないと自分が今度父や母が死ぬ時にその最後に会いに行けない、うん、そういう不幸が起きますよっていうね、うん、やっぱ日本人ってなんかすごく指のことを大切にしてるみたい。うんうん あの、ハンコとしても日本人は母音と言いまして、<ー>あの、ハンコを押す。うんうん、日本人なら面白いじゃん、あれこれ。名前書いた後サインだけじゃなくて、ハンコっていうのを道具持ってると押すでしょう、うん。私も持ってます。あ、そう。<laughs> <laughs> <laughs> で、それがない時は母音つって、親指でやるんだよ。うん、ねえ。そして、えーえー、昨日お約束した、てるてる坊主であります。これは人型の人柱を隠して、はい、えー、いないと、自分が今度、 父や母が死ぬ時にその最後に会いに行けない、うん、そういう不幸が起きますよっていうね、うん、やっぱ日本人ってなんかすごく指のこと大切にしてるみたい、うん。れ、うん、からあのハンコとしても日本人は母音と言いまして、うん、あのハンコを押すあ、うん、日本人なら面白いじゃんあれこれ名前書いたあるとサインだけじゃなくてハンコっていうのを道具持ってて押すでしょ、うん、私も持ってますあそ, <laughs> 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 でそれがない時は母音つって親指でやるんだよ、うん そして昨日お約束した「てるてる坊主」でありますこれは人型の人柱瞳悟空の人形で見たことありますかにあん人形うんあの白いこうお人形さん見たことないかもしれないああ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 あ日本人の子供がよくやるやつだけどこれはあの日本人が雨私も作ったことあるんですけどああイギリスでも同じなんですかいやいや私ただ日本のこと知っていて映画見たりしてうん <laughs> これねもうすごいんだよこれもう何千年もね歴史があってでも聞くんですね意外と聞いた <laughs> ああホにはれたはいそれはあなたが日本のこと好きだから聞いてくれたんですよてるてる坊主がすごいよな <laughs> あのもし約束が守れなかったら首をちょん切るぞって<あ><ー>テルてるてる坊主ってそうですねそうよねお前の首をちょん切るぞで歌が終わるわけだからそうそうそう残酷なんですよねだからあのちょっと何日か前にお話ししたあのおはぎとよく似てるでしょう ね。はい、やっぱりこう、もののけと、こう、愛対峙して約束ごと結ぶときは、うん、なんかこう、血まみれの言葉をあえて使うというね。これ、カさん前に話したっけかなカリーナさんにはちょっと難しいんですけど、中国お得意の儒教。孔子、はい、の教えってありますな。はい、哲学者孔子の教え。向こうは儒教ってものすごく大事にしますが、はい、儒というのは、雨を凝う祈祷師のことなんですよ。<ー>で、雨が、 うまく降らないときは、今度逆ですよ、てるてる坊主と、樹脂は殺されたんですって、<え>も,うもう何千年も昔のことだよ、うん、2000年ぐらい前のこと、あの私たちはね、うん、あの稲作文化の子で、うん、お米を食べる民族なんで、雨がものすごく大事なんですよ、うん、で雨が降らないときはあの、祈祷でお祈りで雨が降るようにお祈りするわけで、降、はい、らなかった場合は、その人殺しちゃうんだって。へ それで殺すことによってそのやっぱりそのあ雨をこ凍ったというねそれぐらい農作業にとって雨っていうのは重大でそ,そういうあの天気にまつわる祈り事瞳悟空とかっていうのはやっぱりこう子どもの歌とか風習とか子どもの遊びとかにも溶け込んでいったというね、うんええ、日本にはこの手のこうよく考えるとちょっと怖い話が。はい 同様の中でも、うん。